マイナス10キロ痩せるリンゴ酢ヨーグルトをお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、リンゴ酢ダイエットの効果を上げるリンゴ酢ヨーグルトの材料とレシピがわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただけますととても嬉しいです。また詳細欄から LINE のリンクご登録いただきますと、私が取り組んでおります腸活ダイエット動画4本無料でプレゼントさせていただいております。そちらの動画もぜひお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ヨーグルトを食べると痩せることができるのかというその理由についてお伝えしますね。ポイントが3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うから、2つ目は血糖値の急上昇を抑えてくれるから、そして3つ目は私たち女性にとって嬉しい女性ホルモンの働きと似た働きをしてくれるから、この3つのポイントがあるからこそ綺麗にそして健康的に痩せることができるんですね。例えばあなたが今一生懸命ダイエットを頑張っていらっしゃったとしても、例えばこう年々ですね、私もそうです、女性でしたら女性ホルモンの分泌がどんどん落ちていってしまうとかですよ、また腸内環境が乱れるものを食べてしまっている、また知らず知らずのうちに血糖値を急上昇させてしまうものを食べてしまっている、結果太る体質になってしまったり、またどんどん体重設定をコントロールするホルモンが乱れてしまったりですね、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌を増やしてしまっている可能性があるんですよ。そこでこのリンゴ酢のヨーグルトを食べることで、今お伝えしたその負のスパイラルへとですね、引きずり込まれるような状態から逆です。痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えてくれて、女性ホルモンの働きとこう似た動きをですねしてくれる食材を食べること、そして血糖値の急上昇を緩やかに抑えてくれることで、結果脂肪をため込まずに済むというスペシャルなダイエットヨーグルトをあなたにお伝えしていきますね。それでは2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回私があなたにお伝えするこのリンゴ酢ヨーグルトの材料のそれぞれが持つダイエット効果をさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。このお話を聞いた後はもう今すぐこのリンゴ酢ヨーグルト食べたいって思っていらっしゃることと思いますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。まずベースのそのリンゴ酢の痩せ効果なんですが、なんといっても酢酸の働きであなたの腸が元気になります。ですから1つ目の項目でお伝えした通り、あなたの腸内環境が整えば自然と痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えますから、その善玉菌やっぱり元気にですね働いてもらう必要があるわけですよね。そのためにはこのリンゴ酢の酢酸の働きを味方につければ丸なわけです。また血糖値の急上昇をするときに脂肪をため込むわけですから、そのため込む時の血糖値の上昇を抑えてくれるのもこのリンゴ酢です。また補足ですけれども、カリウムが豊富なのであなたのむくみが改善したり、また脂肪を燃やす燃焼効果もあります。そしてこのリンゴ酢を摂ることで、なんと基礎代謝もアップしますから脂肪がつきにくくなるんですよね。そして何よりもまたすぐね食べてしまうという方はこの満腹感も得られることができますから、イコールあなたの食欲をこのリンゴ酢がこう抑えてくれるという嬉しい効果もあるんですよ。そして次に、今回のヨーグルトは動物性の生乳からできたヨーグルトではなくて、豆乳から作る手作りヨーグルトになります。なぜかと言いますと、私たち女性は先ほどお伝えした通り年齢とともにこの女性ホルモンが減少してしまうんですね。そのことで結果太りやすくなっているということが、まあ、考えられるわけなんですよね。なぜかというと、女性ホルモンがあるおかげで脂肪燃焼をしてくれたり、また内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、悪玉コレステロールを抑えてくれたりっていう、こんなにもねいい働きを女性ホルモンってね頑張ってくれてるんですよね。でも年齢とともにこれが減っていってしまう、まあ、エストロゲンですね、代表的なホルモンはこちらですけれども、そうすると今まで通り同じことをしていたっ
としてもですね、やっぱり太りやすくなるっていうのはもう目に見えてますよね。だってこの働きが落ちるわけですから、今まで通り同じ運動量同じ食事の内容ですと太るわけです。ですからここで私たちは工夫する必要があるわけですよね。その時に大活躍してくれるのがこのエストロゲンというホルモンと似た働きをしてくれるイソフラボンを含む食事を摂ることなんです。そこでおすすめなのが今回豆乳になるんですね。豆乳効果はとにかく植物性ですから脂質が低いで、またコレステロールがゼロです。豆乳かけるヨーグルトで発酵することで乳酸菌も取れてしまいますから、腸内環境も整えることができるということなんですよね。そしてまた大豆タンパクがあなたの空腹をですね、抑えてくれる効果もありますし、このサポニンっていう成分も脂肪の蓄積を抑えてくれちゃいますということで、こんなにもダイエット効果がある豆乳と先ほどお伝えしたリンゴ酢を掛け合わせたスペシャルなダイエットヨーグルトですから、もう痩せないわけはないということになります。はい、そして最後に材料です。蜂蜜も使います。よくね、いろんな方からご質問いただくんですよね。先生って、甘味料ってどんなものが痩せ効果があるんですかって、まあ、いろいろ皆様工夫されていて、カロリーオフの〇〇とかねおっしゃるんですが、ああいった人工甘味料といいますのはカロリーがゼロなのに甘いわけですから、あなたの脳が錯覚を起こしてしまって、ますます甘いものを食べなさい食べなさいって命令するようになってしまう。結果あなたはますます甘いものがやめられなくなってしまうという負のスパイラルへと行ってしまいますから、私は腸活専門家の立場から甘味料はおすすめなのはですね、やっぱり蜂蜜があります。メープルシロップもおすすめなんですけれども、両方ともとにかくもう天然素材無添加であるものを選んでください。そしてなぜ私がこの蜂蜜を今回あなたにおすすめしているのかというと、栄養価が高いからです。ダイエットを成功させたいという願いがある方でしたら、必ずその栄養のバランスを取らないとですね、決して健康的に痩せることができないんですよね。栄養が足りていなかったり、またバランスが悪いと腸内環境も整いませんし、そもそもあなたのホルモンバランスがどんどん崩れていってしまう。結果食欲が増してしまったり、体重をコントロールすることができなくなってしまうという、その良くないことがどんどん実は起こってしまう原因の一つになるんですよね。そこで今回このリンゴ酢ヨーグルトの材料、もしね甘みが必要という方はやっぱり蜂蜜がいいと思います。もちろん先ほどの材料だけで蜂蜜入れなくても美味しく食べれますという方は無理に入れる必要はないんですが、ちょっと甘みが欲しいという方はどれを選ぶかというと、やはり蜂蜜がおすすめです。蜂蜜はとにかくビタミンとミネラルが豊富なんですね。この2つがあってこそホルモンバランスが整うことができますから、ここすごくマストなわけです、ダイエットに。そしてアミノ酸が含まれていることで脂肪燃焼効果もありますし、グルコン酸がビフィズス菌をしっかりね増やしてくれますし、またポリフェノールが入ってますから活性しますよね。活性酸素を除去してくれるので細胞が活性化して若返り効果もありますよという甘味料を選んでいます。では今から3番目の項目、どのようにこのリンゴ酢ヨーグルトを作るのかということで、材料と作り方をあなたにお伝えして終わりたいと思います。まず材料1人分です。こちら手作りの豆乳ヨーグルト 100g、 純リンゴ酢無添加のですね小さじ1/2、そして無添加の 100% のできれば国産の蜂蜜小さじ1/2、もうたった3つだけで出来上がりなんです。もちろんこの豆乳ヨーグルト市販でその購入できるヨーグルトあると思うんですけれども、私がおすすめなのはやはり手作りの豆乳ヨーグルトです。そこで今からこの手作りヨーグルトの作り方をあなたにお伝えしていきたいと思います。でまたその前にリンゴ酢の選び方なんですけれども、このような純リンゴ酢を選んでください。チェックポイントは原材料名のところにリンゴ果汁のみでできているものをぜひ選んでくださいね。香料とかアルコールとかもいろ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 ですね入っているものがあります。よくよく見ないとそのまま飲めるリンゴ酢も売ってますから、いろんなね人工甘味料ですとか
あの加糖ブドウ糖液糖とかですね、そういった余計な添加物が入っている可能性が高いので、ぜひリンゴ果汁だけでできているリンゴ酢を選んでくださいね。私は今回三塚さんから出ております純リンゴ酢、しかも国産リンゴ果汁を 100% 使ってくださっているこのリンゴ酢を選びましたし、日頃あのグリーンコープさんでもよくこの無添加のリンゴ酢買うんですが、なかなかあの最近リンゴ酢が人気なのかお店に置いていないということで、今回はグリーンコープさんがご紹介できないままなんですけども、また手に入りましたらあなたにもご紹介したいなと思います。そして蜂蜜もやはり無添加の、できれば国産の蜂蜜ですよね。私あの最近いただいた蜂蜜で、あの愛媛県のあのみかんの蜂蜜をいただいたんですよね。ものすごく美味しかったです。もう香りとか風味が全然違うんですけれども、やはりこうみかんの花から取れた蜂蜜ってこんなに美味しいんだなってね、最近あの感動したストーリーの一つでもあります。ではここからあなたに豆乳ヨーグルトの作り方をお伝えしていきたいと思います。実はこの豆乳ヨーグルトは別動画で痩せる豆乳ヨーグルトということで、私すでに詳しい痩せ効果であったり作り方であったり食べ方であったりお伝えしておりますから、もしあなたがご必要であればそちらの動画もご参考に、この動画をご覧見た後にですね、ご覧いただいた後にご覧ください。ではちょっと作り方に移りますね。もう簡単です。とってもシンプルなんですけどね、もこちらですね、材料1人分になります。まず豆乳は成分無調整豆乳を選んでください。できればこちらもあの遺伝子組み換えではなくって、国産の大豆、有機栽培で作られた大豆、そういったものが材料として使われている豆乳を選んでください。でここだけ最初だけプレーンヨーグルトが必要になります。もう発酵してあるあのヨーグルトが必要になります。大さじ1です。この時だけはその動物性の生乳のヨーグルトでも構いませんし、また実はあの YouTube のこのコメント欄にご相談を受けたことがありまして、最近あの先生、自分はあの糖尿病を患っていて、お医者様からその大豆製品は今控えましょうねって言われているので、どうしたらいいですかっていうね、あのご相談を受けたんですよね。あのそういった方はやはり今その治す方に専念していただくのがもう一番ですから、やはりこの豆乳ヨーグルトは食べられないと思うんですよね。なので大豆製品に制限がかかっていらっしゃる方というのは、先ほどのリンゴ酢ヨーグルトのその豆乳ヨーグルトのところを、あの生乳でできた動物性のヨーグルトで召し上がっていただいてもいいですから大丈夫です。その代わりあんまり冷たいまんま召し上がってしまうとダイエット効果が落ちてしまいますので、これまた私がおすすめの食べ方があるんですけれども、私はホットヨーグルトにして食べます。電子レンジでチンなんですよね。もうすごく簡単です。だいたい600ワットであの40秒ぐらいでいいと思うんですけども、ちょっとレンチンされて少し人肌に温めて召し上がっていただきますといいと思います。ただ40あまり加熱しすぎてしまいますとその菌が死滅してしまうんですが、大丈夫です。死滅したその菌もですね、結果腸内にいる善玉菌たちの餌となってくれますから、そこまで心配されなくても大丈夫です。ということで、作り方なんですがこちらです。あと話戻しますね。豆乳ヨーグルトですね。まず保存容器を一つ用意してください。できれば瓶、ガラス瓶がおすすめです。そこにこの無調整豆乳を入れます。その後このプレーンヨーグルトを大さじ1入れて、とにかくあっと勢いよく元気いっぱい混ぜてください。泡立つぐらい。そうすると美味しいです。そしてすぐには食べれません。もちろん発酵しないと食べれないので、常温で8時間ほどそのまま置きます。ちょっとね、温かめのお部屋だともう少し発酵時間が早いですし、冬場ですと寒いので結構ね、あの8時間以上、あ今日かかったな、プルプル固まってないっていう時もありました。そのあたりは見極めとしては、プルプルと固まってたらもう OK です。そこまで行くと冷蔵庫で保存していただいて、まあ、できれば早めに召し上がっていただきたいんですけれども、冷蔵庫でだいたい 2,3 日は持ちますので、あなたのペースで作って召し上がっていただければなと思います。ではここから実演を交えて、このリンゴ酢ヨーグルトの作り方をあなたにお伝えして終わりたいと思います。
さあいかがだったでしょうか。ダイエット効果の高いリンゴ酢を上手に日々のお食事に取り入れていただきながら健康的で綺麗に痩せていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。